中学生年代の J リーグのユースチームと県選抜チームがタイトルを競い合う静岡ゴールデンサッカーアカデミー駿河カップ2023のリーグ戦最終戦が袋井市のエコパスタジアムで昨日行われました。駿河カップは15歳以下のサッカー選手とその指導者の育成・強化・国際交流を育むことが目的です。リーグ戦最終戦となる昨日は清水エスパルスジュニアユースと JFA アカデミー福島 U15 の対戦と韓国のチョンブクヒョンデモータース U15 と静岡県代表 U15 のチームトリプル F の対戦の2試合が行われ、選手たちは雨の中白熱した試合を展開しました。昨日行われた2試合の模様は11月3日金曜日の午後3時49分から午後4時50分に SBS テレビで放送予定です。